このフィルターを通すことでまろやかになるとか雑味が取れるとかです。ワンコインのようなデイリーワインですね、これを通すと分かりやすいかなと。安いワインというのはそもそもブドウの質がよろしくないそうで、やっぱり口に含んだ時にまあいろいろ雑味がありますね。これを抑えることができる。広島に種類総合研究所というところがあってですね、国立の。ここの先生も興味持ってくれて試験してもらったけど、結果的に分析データには反映されなかった。確かに味覚上は変わるんだと、科学者泣かせというか悩ましい結果にしかならないんですけど、確かに変わりますね。中国製とか100均の安いものに押されて、昔のような活気はどこの窯元もないですね。今どうしても九州の人間っていうのはこの一体感が強いからですね、有田やハサミに遊びに行った時に窯元がほとんど閉まっているような状況は嬉しくないですね。皆さん元気にやっていけるように、伝統工芸せっかくあるものが長く続いていけるようにあってほしいなと思います。